皆さんこんにちは。今回はロッテの佐々木朗希投手のメジャーリーグ移籍の可能性について最新の情報をお伝えしていきたいと思います。まずは簡単に経歴を見ていきましょう。高校2年時、史上最速タイの記録となる157キロを計測し、150キロ超えの剛速球を連発する佐々木投手の名前が岩手から東北、そして全国区へと広がりました。大船渡高校は県予選の決勝で敗れ、夢だった甲子園出場を叶えることはできなかったものの、卓越した投球術と潜在能力の高い将来性が評価され、佐々木投手は2019年のドラフト会議で4球団から1位指名を受けました。佐々木投手は2019年のドラフト1位でロッテに入団。プロ1年目の2020年から先発ローテーションを務め、11勝5敗、防御率 2.27 の好成績を残しました。2021年には開幕投手を務めるなど、ロッテの絶対的エースとしての地位を不動のものに。この年は16勝5敗、防御率 2.02 という驚異的な数字をマークしています。そして2022年も14勝6敗、防御率 2.33 と安定した成績を残し、日本を代表する若きエースとしての評価を確立しました。佐々木投手の最大の武器は何といっても最速165キロを誇る直球、角度のある鋭いスライダーやチェンジアップ、カーブなど多彩な変化球も持ち合わせています。特に直球とスプリットのコンビネーションは打者泣かせ、内角の直球で押し込んだかと思えば外角へ大きく曲がるスプリットで空振りを奪う、そのギャップに多くの打者が翻弄されてきました。196cm の長身から繰り出される剛速球はまさに令和の怪物と呼ぶにふさわしい迫力です。現在佐々木投手の去就に注目が集まっています。米紙ワシントンポストは佐々木投手が今オフにもポスティングを実施し、メジャーリーグに挑戦する可能性が高いと報じました。記事によると、複数のメジャー球団のフロント、スカウト、代理人の情報から、佐々木投手のポスティングに向けた動きが水面下で加速しているとのことです。22歳の若さながら規格外のポテンシャルを持つ佐々木投手は、多くのメジャー球団が獲得を目指すと見られています。ただし25歳未満の海外選手を獲得する際には契約金制限があり、年間500万ドル約7億2500万円程度に抑えられたマイナー契約しか結べないという課題もあります。それでもほぼ全ての球団が佐々木投手の獲得を目指すのは、彼の才能の高さを示していると言えるでしょう。ロッテのグレゴリー・ポランコ選手はこう語っています。山本がいなくなった今、佐々木は日本で最高の投手だ。彼は背が高い上に剛速球を投げるし、厄介なスプリットも持っている。本当に全てが素晴らしいんだよ。彼はまだ若いから、僕はもっと経験が必要だと思う。だからおい、もう少しここにいろよって言ったんだ。そしたら彼は、いや僕は行きたいって言ってきたよ。さらに彼がプレッシャーを背負っているのは知っているよ。そのプレッシャーが彼が投げるたびに完璧を求める理由だと思うと続けたポランコ選手は、僕は毎日彼に、君は素晴らしいピッチャーだ、素晴らしい才能があるし投げ方を知っている、だから落ち着けと伝えるようにしているそうです。彼は本当に若いのに、キャッチボールをするたびにみんなに見られるから難しいんだと吐露しました。昨オフには越年交渉をし、契約更改後に日本プロ野球選手会を脱退するなど、佐々木投手のメジャー移籍に向けた態度は明らかです。果たしてロッテや周囲の関係者から移籍へのゴーサインは出るのでしょうか。米紙ワシントンポストの報道によると、佐々木投手の MLB への移籍は誰もが知っているとのことです。球団側は公言していないものの、水面下では多くの球団が準備を進めているようです。ロッテのポランコ選手も、佐々木投手が行く準備ができていると明かしています。メジャー球団のフロントやスカウトは定期的に来日し、佐々木投手を視察、25歳以下で移籍するため支払える額に上限があることから、いつも大金を投じる球団だけではなく、ほぼ全ての球団が獲得を目指すだろうと予測されています。またダルビッシュ有投手や山本由伸投手の代理人を務めるワッサーマン社のジョエル・ウルフ氏が佐々木投手のメジャー移籍を手助けしているとも報じられました。一方ロッテにとっては必ずしも前途洋々とは言えない状況もあります。
昨年の交流戦では7勝9敗2分けの8位と負け越し、佐々木投手自身も交流戦を苦手としているようです。過去2年間の交流戦での成績は1勝3敗、防御率 3.32 と不本意な数字に、 DeNA の宮崎選手や巨人の岡本選手に本塁打を浴びるなど課題も見られました。今年の交流戦でも阪神戦、広島戦、中日戦での登板が有力とされていますが、巻き返しを図れるかどうかが注目されるところです。ただ日本での課題だけではありません。アメリカのマウンドは日本よりも高く、傾斜がきついことで知られています。そのマウンドに適応できるかどうかは佐々木投手にとって大きな試練となるでしょう。またメジャーのボールは日本のものよりも滑りにくく、変化球の質が問われることに、特にカーブやチェンジアップの精度を高める必要があると指摘する声もあります。メジャーのスカウトの間でも佐々木投手の評価は高いものの、スプリットの精度がもう少し上がればより打者を翻弄できるだろうといった意見が聞かれるそうです。それでも22歳という若さでこれだけの完成度を誇る投手はそうそういません。伸びしろは十分にあると見られており、将来的にはメジャーのエースになれる素質を備えているとの評価も。ロッテにとっては佐々木投手の存在はチームの勝利に直結する、かけがえのないものだと言えるでしょう。移籍が実現すれば球団にとっては大きな戦力ダウンになることは必至、ファンにとっても令和の怪物の姿を目の当たりにできなくなるのは非常に寂しい限りです。しかし選手それぞれに夢や目標があるように、佐々木投手にとってメジャーへの挑戦は避けて通れない道なのかもしれません。佐々木投手のメジャー移籍をめぐり新たな情報も入ってきました。米国の移籍情報サイトトレードルーモアはドジャースと契約する可能性が高いというのは現時点で憶測。ドジャースだけでなくヤンキース、メッツ、カージナルス、レンジャーズなどが今季のプレーをチェックしていると報じたのです。これまではドジャースで決まりという報道が主流でしたが、他の有力球団も佐々木投手に興味を示していることが明らかになりました。ただしドジャースについては以前からタンパリング疑惑が取り沙汰されています。他の29球団は勝ち続けている球団がそこまでするのかと怒りを隠せず、疑惑を暴こうと血眼になっている球団もあるとか。もし疑惑が事実なら佐々木投手のドジャース入りは吹き飛ぶ可能性もあるそうです。佐々木投手のメジャー移籍をめぐってはまだまだ不透明な部分が多いようですね。果たして佐々木投手はいつどの球団に移籍することになるのでしょうか。今後の動向から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。